はい、どうも、YouTube と申します。私、現在、飛び2161なんですけど、まあ、一応最高2202まで、あ、嘘です。2201まで伸ばせましたで、まあ、2200行ったんで、ボックス紹介の方やりたいんですけど、2100到達した時と変わったことが、キラービーに底力を1回、ワーウルフに底力を2回、で、ゴーカイジャーに、ゴーカイジャー、キビ団子、上下全部振り終わっただけなんです。はい。ゴーカイジャーここ全部振り切って、で、キラービエイ、底力、全部振り、底振りにして、で、ウルフがあれか、あれだ、8まで振ったんだ。それだけなんですよ。はい、以上です。ってなわけで、はい。今回の動画はここまでですね。はい、ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。ってわけにも、まあ、いかないんで。で、まあ、実は前回ね、パッとしか紹介できてなくて、まあ、このキャラが、使ってて、このキャラはこんくらい育ってるよ。このキャラの激励はこんくらいだよ。ぐらいしか言ってなかったんで。まあ、俺、まあ、大型はちょっとなしにして、持ってる中型21体いるんですけど、まあ、21体全員、しっかり評価していこうかと思います。はい。長年連れ添ってきたこの21体お前ら。まあ、ビビはあれなんだけど、最近昔なんだけど、実際に今補欠にいなくてここにいるキャラたちはなんで、ここにいるのか。前回の2100到達ボックス紹介で話せなかったことを全部ここでまとめようと思います。ということで、いきます。まずは剣士ですね。剣士は特に話すことはないですね。まあ、ここら辺、この427、42、427にしておけば、別に団子振るじゃなくても、剣士負けはしません。で、防御はね、一回振り、多く振っちゃったんで、まあ、427、420、427で大丈夫です。そして、補欠スライムですね。こいつはまあ、別に、正直言って弱いですね。はい。D1 ってか、スライムがさ、相手に出てきた時のさ、嬉しさと言ったらたまらんくない？そんなことない。スライムなんてさ、別に、いやまあ使い方なんだけどさ、全部。でも、俺、正直言うと、こいつ本当にただの壁にしかならない。火力にもならないし、時間稼ぎ、するなら別にスライムじゃなくてもできるよね、みたいな感じで。まあ、こいつ、本当に全部の激レア、持ってて、まあ、底力フル、団子フル、D1、D0 持ってます、虹バッチっていう感じの状態でも、使わないんじゃないかな、みたいな。うん。まあ、何せ今のキャラたち火力高すぎて、まず分裂するように死ぬからさ。まあ、レードラしかりブルートのスプラッシュしかりなんか大型戦巻き込まれちゃったりみたいな。まあ、ただこいつはいろんなバッチにちょっと関わってるんで、まあ、孵化してよかったとは言わないけど、まあ別にみたいな。まあ、あと、剣士巻き昔してた時、まあ助かったからね。さあ、スケルトン。スケルトンは、まあまあこいつもスライムと同じかな、バッチ、ちょっと関与してるんで、まあいてよかったとは思うけど、まあ、今の俺のこの頭の状態で昔に戻ったら、絶対スライムとスケルトンは孵化してないっすね。非常に攻撃力高くて魅力的なんだけど、まあ、別にいらない。まあ、強いとは思わないけど、結構非常に厄介だしね。いて。敵にいたら厄介だし、まあ、あと虹付けね。虹付け、スケア虹バッチついたらめちゃくちゃ強いんじゃないって思います。はい。まあ、孵化して後悔してるかどうかって言われたら、まあ、若干後悔よりかな、こいつは。さあ、そしてリザー。こいつは、補欠から這い上がってきたメンバーですね。まあ、裏技が何せ強いね、こいつ。剣士よりも強い。まあ、剣士、いやー、どうだろう。いやー、いい勝負だな、剣士と。俺、個人的には剣士といい勝負かな。で、まあ、リザーね、別に D1、D0 取れないけど、別に裏技って強いし、まあ、金バッチ取れちゃうし。まあ、まだね、団子、全然振り切れてないんですけど、いいよね。うん、好きよりか全然強いと思うよ、マジで。召喚数8だし、で、取りでも削れる。裏技もある。で、まあ、スキルも、ま、十分強いと。まあ、ぶっ飛ばして軽くなるし。まあ、リザー持ってる人は、いや、育てていいと思う。マジで。裏技が強いから。ただね、こいつ、金バッジがないんだけどね、頼りのなさって言ったらね、もうしょうもないんだよね、マジで。金バッジがあると、なんかすっげえなんかもう、いろんなもの破壊していくんだけど、金バッジがないとね、ちょっとね、みたいな。そんなお前、弱いんけ、みたいな。そんなに貧弱なんか、みたいな。まあ、D1、D0 欲しいけどね。まあ、なんとか団子底振るプラス、裏技で、あと金バッジで、頑張ります。はい。リザは、普段に来て、結構嬉しい寄りではあるかな。金マッチがついてたら。そして、バーサーカー。バーサーカーは、ずっと、スタメンにいます。はい。D1、D0 まだ取れないんですけど、別に取れなくても、こいつは十分強いと思いますね。まあ、何せ、足だし、
まあ、足、そう、足の時点で偉いんよ、普通に。で、まあ、適当にちょんって流したら、敵が、おっとーっつって、ね、一旦ちょっと相手をビビらせることできるんで、まあ、かなり優秀。まあ、なんだけどね、やっぱ D1D0 持ってるバーサーカーと対マンすると負けちゃうんで、まあ、そこはちゃんとうまいことやっていかないといけない。まあ、札に来てめちゃくちゃ嬉しいし、孵化して後悔もしてないって、まず足だからね、足だし、足の時点で、取りで、取れる、もうキャラってだけの時点で、十分偉いんで、こいつ。まあ、バーサーカー。はい、まあ、足欲しいよって人は育ててもいいんじゃないですか。まあ、個人的にはコラ猫とかの方が使いやすいと思うんだけど、まあ、でも俺はバーサーカーもめちゃくちゃ好きなんで、はい。さあ、イフリート、孵化してめちゃくちゃ後悔してます。何の D1、D0 バッチにも関係してません。いらないっすね。なんで孵化したんだろうね、こいつ。新キャラだから孵化したんやけどな、当時。はい。まじ、お前がいなかったらさ、もっとね、補欠だけ自由があったんだけどね、みたいな。今、正直、フィリートできることはないんじゃないかな、そんなに。別に何も強みを感じない。ですね。まあ、まあ、唯一こいつの褒めれるところは、声優が西久保アナっていうところだけかな。さあ、マミ、まあ、出てからずっと足キャラとしての環境トップだと思います。はい。もう一番足キャラの中で強いんじゃないかな。マミ、孵化してない人は、孵化していいと思います。はい。まあ、スキルも11と。めちゃくちゃいいですね。マミ一体で結構ね、こいつできること多いからさ。カエル流れてくるマミー出す、縛ってもらう剣士2体ちょんちょん、はい、ダミーか、みたいな。いや、こいつマジでそう。あと終盤のマミーね、止まらないったりありゃしないんで。めちゃくちゃこいつには救われた試合はたくさんあると思います。まあ、ニコス4体も若干少なめ。まあ、ジャイアントサイとかとは同じなんだけど、まあ、サイよりもマミーの方が強いと思うんで、はい。まあ、こいつはずっと環境かな。うん。こいつが補欠に入る日が来たら、もう、白だらのサービス終了だと思いますよ。本当に。はい。さあ、ケットシー。ケットシーは、まあ、孵化して、まあ、後悔してるかどうかは、まあ、一旦置いときますか。その話は。うん。ちなみに、何のバッジにも D1D0 にも関わってないんですね。はい。まあ、後悔してるかどうかは、まあ、一旦置いといて、ケットシー。ケットシーのね、今の環境の評価はね、まあ、可愛いってところかな、やっぱり。うん。かわいいですね、ケットシーン。はい。さあ、シマリス、ニコスキャラ最強じゃないですか。どんぐり見えます。状態以上ケアできます。火力にもなります。壁にもなります。何でもできます、もう。ニコス5体をやっていい仕事量じゃないんで。こいつ、ニコス4体とか3コス5体でも適正だと思うんだけど、なんかニコス5体になっちゃったみたいな。まあ、シマリスはね、ちょっとね、最初に孵化するキャラだね。うん。最初リザとオークどっちか。で、サイクロとゴレどっちかだと思うんだけど。その前にシマリスですね。はい。リザとオーク、なん、知らねえ。シマリス、孵化させてくれつって、そういう感じなんで。まあ、持ってない人は早急に孵化しましょう。はい。絶対です、絶対。さあ、ワウルフ。まあ、正直言って俺のボックスはいらないよりかな。別に何の D1、D0 にも関わってない、バッチもそんなに関わってない。まあ、いらないよりなんだけど、こいつに救われた人はいっぱいあるし、みたいな。で、こいつがさ、活躍するときってさ、なんか、やべ、ちょっと攻めたけど、カウンター食らって、ちょっとやばいかもしれん。でも残り時間40秒ある。やべ、守りきれるって時にめっちゃ活躍するんですよ、こいつ。まあ正直、エルフは D1、D0 必須とは言わないけど、ないとダメぐらいだと思うんですよ。まあそもそもニコス6体のキャラ数が多いし、まあスキル遠吠えこいつ、連発するんで、はい。まあスキルも大事だよねと。キャラ数も多いから D1、D0 も結構あるない響くよねっていう感じなんで、別に正直ウルフは別に孵化しなくてもいいんじゃないかな、こいつは。なんか安定も安定だけど、D1、D0 がついて、中の上とかじゃないかな。D1、D0 あり中の上、D1、D0 なし、下の上。いやー、中の下かな。中の下。ぐらいだと思うんで。まあでも横当てもできるし、結構まあ、持ってて、まあ損はし、いや、損はするかな。俺ちょっと若干言えないな、みたいな。こいつ孵化するんだったらもっと早くキラービー孵化しときゃよかったって思ってるんで。そしたら別にウルフじゃなくて魔導入れて魔導の、D1、D0 狙いに行けたんで。いや、まあ、みたいな。まあ、そんなに船に来てほしくはないですね。若干公開寄りだけど、別に他に補欠にするキャラ、がいないか、まあ、補欠、まあ、一番こいつがマシかなって感じで言う、はい。さあ、お次、ラビット。ぐんぐんいるカイザーです。ぐんぐんいるカイザー。孵化してめちゃくちゃ良かったですね。D1、D0 簡単に取れる。まあ、バッチこそないにしても、まあ、超優秀。本当に。もう、なんか最初の取り出合戦に一匹使って、みたいな。
もう3体、にじゃーってしながら持っておいて、最後にパッパッパッと流すと。そしたら相手の城が落ちてます。以上です。こいつは超優秀だね。大型と一緒に、ホワ型ラビットの組み合わせなんかもう、どうしようもないからね、あって。めちゃくちゃ強いよ、こいつ。うん。だし、D1D0 超取りやすいから、だね。うん。D1D0 めちゃくちゃ取りやすいんで、こいつ。まあ、おすすめです、めっちゃ。はい。まあ、ラビットいて腐る試合ないしね。チビクロでも強いし、超偉い、偉いっすね。こいつマジで、ほんとに。孵化してよかったな、って思ってます。さあ、お次、ビートルー。ビートルーも孵化してめちゃくちゃよかったです。ってこいついなかったら逆に俺2200いってないかもしれない。相手の朝倉とかさ、そういう何そういうディケイドとかさ、ブルードとかもさ、キャッチできるのがさ、マージ偉くてさ。ただ、こいつ、D1D0 あるないで、相手の D4 コスリーダー、やれるやれないって、っていうのがちょっと結構ね変わってきそうだなっていう。ちなみに俺のビートル相手のアビーさんチビドラ、相手のリーダーチビドラ、タイマン勝てるかって言われたらちょっと無理、いやわかんないけどな、やれんのかな。ちょっと前まではやれなかったんだよ、リーダーチビクロとか4コスリーダーに勝てなかったんだけど、今どうなんだろう、わかんないわ。ビートルも孵化した方がいいと思います。こいつも、はい、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ、まあ、強いとかじゃないよね、なんかもうなんかすげえいい、うん、こいつすごいいい、気持ちいい、使ってて超いい、マジで。あとなんだかんだ終盤に出てくるビータルもかなりきついんで、はい、まあ、めちゃくちゃいいですね、こいつ。俺だけ3コス8体とかなったりしないかなって毎日思ってます。はい、さあレイドラ語ることはないですね、持っておきましょう、絶対に1体は。もう、それだけです。何でもできます。はい。最近流行ってるお人形とか太っちょに対しても有効ですね。ピクシーも有効です。サタンガールもまあまあまあ、みたいな。サイクロガールには別に何もできないんだけど。まあでも、もう本当にお前強いよ、こいつ。うん。強いよ。いや、強いんだよ。レードラって。知ってるよ、みんな。だから、レードラってキャラめちゃくちゃ強いらしいよ。持ってる？俺持ってるけどさ。みんな持ってる？ちゃんと。こいつ、めちゃくちゃ強いから、持ってるとこいいよ。うん。無理してても持ってるとこいいよ。うん。さあ、金木。こいつも孵化してめちゃくちゃ後悔してます。別に何の D1D0 バッチでも関わないし、今のところ育成する気はちょっとしかないんで。まあ、今のキャラたちが全員団子フル、そこフルになったら、まあ、育ててもいいかなー、みたいな感じで持ってますね。でも個人的な意見なんだけどさ、金木マジで、スキル11あるないで、めちゃくちゃ強度変わるの。1体しか出てない金木と、1,2,3,4,5,6 体出て、3% ステラス上がって、なおかつスキル11持ってる金木のね、この差がやばいんだよ、マジで。いや、マジですごいの。まあ、なんで金木スキル11持ってる人は、全然普段使いしてもいいんじゃないかって思ってます。なんだかんだ金木は今、普通に弱くないし、なんならちょっと強い寄りだと思うんで。まあ、朝倉のほんとにちょっと下、みたいな。感じじゃないかなって思ってます。朝倉の本当にちょっとした。で、朝倉の上に、朝倉の上の上の上の方にブルードがいるみたいな、そんな感じだと思うんで。まあ、めちゃくちゃ強いですね。あと、朝倉じゃ、ブルードやれないんですけど、砦で挟まれた場合ね。金木ならワンチャンスキル次第でブルードやれるんで、まあ、金木そのうち、育てます。はい。さあ、次、ゴス。こいつもいらないですね。まあ、何の D1D0 にも関わってない。バッチは本当に多少関与してるけど、別にいらない。いらない子です、こいつ。いらない。まあ、俺が思う、中型、白ダラのキャラの中で、一番 D1D0 必須だと思います、こいつは。はい。D1D0 取れないなら、育成するな。って絶対に言いますね。ボス、育てようか迷ってる人には。D1D0 取れるなら、育成してもいいと思います。D1D0 取れないなら、絶対に育成しない方が、身のためですね。もう何度こいつを出して消えずに殺されたことか、俺はもうわかんない。うん。消えるときは偉いんよ。確かにね。めっちゃね。もう違う。消えないときがひどすぎるんだ、こいつ。まあ、あと、虹バッチ、まあ、虹ゴス十分強いし、俺も今正直、ゴスめちゃくちゃきついんだよ。ラビットとか、ビートル入んなかったら。まあ、なんにしても別に、D1D0 取れないなら絶対に育成しないでください。こいつは。はい。経験者は語ります。本当に。ってわけで。はい。そんなゴーストでした。さあ、ベビー、新参者ですね。まあ、最近孵化して、リサの金バッジをこいつのおかげで手に入れることができました。まあ、ベビー、スキル11取ったら、使おうかな。威力と範囲が増すからね。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強いんじゃね？スキル11取ったら。
ってわけで、まあベリーはまだ使ってないんで何とも言えないんですけど、まあわかんない、今のところまだわかんない、どうしようよかったら。でも俺さ、砦削れるキャラがさ、ビートルとリザー、まあ、あとレードラーぐらいしかいないんだよ。レードラーなんて別に砦、まあ削ってるとこもいないし、3体しかいないって結構まずい状況で、ってなるとまあこいつも砦削れるし、まあチビドラきついし俺、まあいいんじゃないっていう、チビグリもまああれだしみたいな、まあチビ系に強い、まあ本当にこいつアンチ豊富だしね、まあ楽しみです、つかまが。はい、さあブルード、まあ、問答無用で今現存している中型キャラで一番強いと思います。ブルードだよ、みんな。ブルードを持ってないのになんか、ね、何個入っちゃおっかなとかって思ってる人は、今すぐその考えを捨ててください。いや、ブルード、いや、語ることない、特に。見れない、いや、もういいや。お前について喋るとなんか、ちょっと、嫌だわ、なんか、お前だって、喋ることないんだもん、強すぎて。なんか、そう、強い。めちゃくちゃ強い。おかしい、頭。うん、さあ、チビメタ、こいつもいらない。何の D1、D0 にも関与してないし、バッチも別に取れない、こいつがいるから、つって。当時ね、対空薄いし、火力も出ないしで、なんか、もうどうしてもなんか欲しくて、キャラを。で、まあ、苦悩の果てにチビメタをオフ化しちゃったんすよ。俺はもうね、何も考えずにね。バカだね、マジで。本当によく考えて、孵化すりゃいいのにさ。そんなチビメタさんです。まあ、いらないかな。うん。こいつができること全部ブルードできちゃうんで、いらないですね。ね、メタは。いらないです。さあ、キラビ。こいつマジで孵化してよかったと思ってます。本当にマジ、超偉い。まあ、ラビット D1、D0 必要だし、まあ、俺の数少ない現役枠を担う一人ですね。で、正直、ウルフを孵化すんなら、先にこいつを孵化しておけばよかったと思う。そしたら俺、ウルフ孵化してないし、まあ、強い。あと、こいつスキル11ないから育てんのやめようかな。とかスキル自身取れないんで、なんか補欠に入れようかなみたいな記憶よく聞くんですよ。スキル自身取れないから孵化しないでおこうかなみたいな。いや違うんだよ、これスキル11がぶっ壊れてるだけで、スキル自身も全然強いから、あの勘違いしないでほしい。スキラービーはスキル10の30フルでも十分強いです。はい、まあてな感じで、まあ何でも見れるね。とりあえず適当に大型パッてき、あの長そうやられても、ね、流してキラービーみたいな。大型戦始まりました、キラービー添えます、あー相手のキャラは引っちゃったっつって。いやー強いよキラービー、マジでめちゃくちゃ強い。ここからは、まあ、大型は別に特に話すことないですね。でこいつはラビットの D1 D0 のために孵化されたかわいそうな人間です。で豪快者、マジで強い。あの豪快者孵化した時さ、そんなに別にいらないんちゃうんけみたいな思ってたんだけど、マジでこいつめちゃくちゃ強い。ほんと強い、ほんとなんか最近になってようやくなんか急に感じた。ゴーコちゃんめっちゃ強いんだよ、こいつマジで。ガチで強い。うん。いや、強いマジで。豪快ブルードレードララビットとかの札引いてみ、もう倒れちゃうマジで。まあ、こいつ砦合戦終わった後豪快じゃピンって出して、そしたら相手もう急に防戦一方になるんで、まあ、大体の人もね。そっからいい感じに足キャラとか剣士組み合わせて、まあ、あのね、攻めていって。っていう感じで一気に自分の流れ作れるんで、まあ、かなり強いと思います今回じゃ。はい、まあ復刻されたらちょっと重複狙って、こっからさらなるステアップを狙いたいところでございます。スキル11はいらないと思うけどね、全然こんなこんな3回も打たないし、2回打つかどうかも分かんないスキルの11取ったところで別に変わんないと思うんで、まあ中型はこんな感じかな。でも大型に関してはもう言うことないしね。ピクシーが、今一番強いです、大型の中で。シーが、いや嘘、サイクロガールだね。サイクロガールいっちゃん強い。サイがめっちゃ強いんだけど、まあ座ってないんで、こっから座ってるのもちょっとかなり苦悩なんで、ペチカタンゴ、まあペチカタンゴとチビ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 で大型は頑張っていこうと思います。まあてな感じかな。イフリーとチビメタゴースト、まあこの3体かな。イフリーとチビメタゴーストはガチでいらないね。本当にいらないこいつら。こいつらいなかったらって考えたらさ、すんげえ気持ちいいもん。うん。俺ですらさ、何、ちょっと、ボックス、ほんのちょっとね、ほんのちょっとだけだけど、ほんのちょっとミスってるんよ。だって、イフリート、カネキ、メタ、まあ、ゴースト、いなかったらだって別に、ね、こっからまた、さらに絞れるんよ。
や、まあ、そうなん、やばいよね、なんか。一体も余計なキャラをさ、付加させずに、何?いる人は多分本当に尊敬だな、俺は。いや、俺サイン始めたての頃はさ、なんかもうパッパパッパ、ねえ、なんか付加しようかなとか思っちゃっててさ、マジでね。てか俺本当に白ドラ始めて最初の1ヶ月ぐらい、バッチが一番強いと思ってて。あんな、毎回来るかどうかわかんないバッチね。そう、だからバッチのキャラを付加しようっていう方針になっちゃってて。今となったら絶対 D1 D0 なんですけど、はい。まあ、キャラを付加するなら。まあ、イフリート、ゴースト、まあ、チビメタ、カネキ、ワンチャンウルフもいらないかな。ゲトラボ、うん、ゲトラボは可愛いんで、まあ、マスコット枠として見てもらいます、ボックスには。まあ、スラスケも、いらないけど、まあ、そんなん言ってもね、まあ、後の祭りなんで、はい。まあ、余計なキャラはね、絶対に乱さないように、皆さん慎重にキャラを付加しましょうって、わけでございます。俺、ゴーカイジャーでしたら、付加するの1ヶ月間迷ったからね。てなわけで、まあ獲得してるバッチトロフィー、まあ戦闘力、裏技とかは全部2100到達動画のままなんで、はい、そちらを参考にしてください。てわけで、ユニ YouTube でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。